37回目になります。えっと、また1週間おきの投稿になっております。もうあの、ちょっと忙しくって、毎日はちょっとあげられないんですいません。1週間単位になっております。すいません。えっと、まあ、資産はこんな感じで、えー、794万になりまして、えー、830ルで支度したんで、 135ドルに上がったんで、まあ、ちょっと儲かってます。はい、で、この相場、発揮集っで全く読めないです。あのー、まあ、長期的にはトランプが、あのー、上げてくるんだろうなっていう、うんまあ、何回も言ってるんですけど、あのー、まあ、大統領選が控えてますんで、 すごいトランプさんはあのー、株気にしてるんで、る、あので、ー、株が下がるってことはそれだけ投資家に損失を与えるってことなんで、あのー、自分の選挙生命とかそういうことをや,やっぱりかかってくると思うんでもうそこら辺は本気で、えー、株,投資にあ株式市場に関してはうんとデリケートに扱ってますでえー、っとまあ そんな感じなんで、あのー、中国と報復なんですけどまあ私はあの白紙ってあのー、あんまりよく分かんないんですねあのー、株投資で、まあ、長期的には少し分かるんですけど長期的には分かるんですけど短い時間だと分かんないんで。 でまあ、そんな時はあは、高橋ダンさんの動画を参考にしてるんですけど、まあ、YouTuber であの、高橋ダンさんの動画はあの、めちゃくちゃ勉強になるんで、ハキシュってあの、うん、アメリカからわざわざ日本に来てくださって、本当にあのためになる動画ばっかり作っていただいて、ありがたいばっかりなんですけど、でまあ、高橋ダンさんの動画、ちょっと拝見させてもらって、 でやっぱり、えー、7月ぐらいまではやっぱりあの中国に対しては大きなことしないんじゃないかって言ってたんで私の見た限りそうに読み取れたんででまあ,あその株価を気にする方なんでやっぱり、あのー、そこまで本気では大きなことはやらないっていう,うことだったんですけど。 でそう考えると、そうなのかなという感じに思えてきました。拍手って私もわかんないです。あの、全くもって、高橋ダンさんの動画とかを見て判断してるんで、うん、まああの、自分じゃもう全然わかんないです。拍手って。あの、短期的なトレードになればなるほど読めないんですけど、 ですね、あのもう、あのー、やはりある程度こう,うーんまあ例えばその会社の将来性だとか見てまああとね動き見てあ,あとはチャート見て、えー、まああのー、そのまあ大体の処方的なことは全部押さえてると思うんで、あのー、そこら辺のことはあのー、普通の人よりかは知ってるけれど。 まあ、手ってテスラがちょっと、あのー、ぐらついてたんですね。まあ、ちょっとチャート見てもらってわかるんですけど、あのー、この手前ぐらいからずっとなんか行ったり来たり、レンジが非常に狭くて、うーんとここら辺は827、800ドルから830ドルの間を、 行ったり来たりしてて、ででえっとですね私はこの株価がいまいちこう伸びないのは、やっぱり中国の懸念があるんかなと思いまして、で中国のコロナウイルスで、えっと、まあトランプさんが怒ってるんですね、あ怒ってるっていうのはま多分みんな知ってると思うんですけど、 まあそのことでまあ報復が何らかの形であるっていうのは懸念で、えー、まあ、あとは WHO、ちょっとトランプさんが、あのもうあの中国寄りだったんで、えー、もうやめるってことで、まあそういうことで、えー、まあ、そういう悪化、経済的に悪化がさらに、えー、高まるんじゃないかってことで、まあち えとえー、あのテスラなんか特にあの中国市場を相手にビジネスを大きなビジネスを展開しようとしてるますんで非常にあの市場としてマーケットとして中国を重きを置いてるんですね。で中国にあの 多く自動車が売れないようだと撤退するようだともう,うんと株価も下がるし事業自体すごく悪くなる継続していくのも難しいんじゃないかなーってちょっと見てるんですけどまあそのぐらいのーえー状況になりかねない中国なんですけどその中国との関係があ,あの。 悪くなるかなっていうふうに読んでたんですけどまあで私の考えではまああのトランプさんがとにかくあの再、えー、選挙まではあの株価を上げ続けるとそういうふうに踏んでますんでそういうふうな投資になっていくんですけどまああので、えー、まあ そのあとテスラの投資してる人は信者みたいな人が結構多いんであのなんてうかなよっぽどのこととかない限り、まあ、しまあ半分宗教みたいに信じる人も中にいると思うんですよね信者みたいな、えー、そういうことも踏まえつつ、えー、まああのなんだろうこうさ中国との懸念で、まあ、下がることもあるかなと思うけれど 上がるんじゃなないかなっていうふうに読んでたんでまあ830ドルでえ買ったんですけどであとバッテリーデーが近くにあるんでバッテリーデーっていうのでまたバッテリーデーというのはまあ商品の説明とかえっとテスラの,あのこれからの展望とかを説明する回になると思う説明会みたいなもんなんですけど前の説明言ったと思うんですけど まあそれがあるんで、まあそこでまあ上がると思ってるんで、まあなんでかんで高値だけど830ドルで掴んじゃったって感じですね。まあ、これから上がるんじゃないかなって思ったら、まあそシュヒューってその後下がってったんですけど、まあ、まあ、まあ金曜日上がったんでよかったです。はい。なので、まああの8週って、あの私の実力ではちょっと読めないんですけど、まあでも、 ままあ上上がってくは上がっっててていいくくはと見おりますででまああと高志團さんの動画でちょっと見させていただいてし7月ぐらいまではまあ株価を気にするんで出さんあの大きな中国をこう報復するようなことはやらないっていう感じまあそ,そうに私は読み取ったんですけどそれ,それなんで 多分まあしばらくはまだ上昇が続くとそういうふうに踏んでおりますはいがまあ今の相場展望ですなのでまああのまあこれからも上がり続ける相場ではあるなと思ってるんですけどまああの皆さんどうですかあのあのすごく難しくないですかあの 私はこの相場はあの難しいわけわかんないと思ってますあのこの中で儲けるのもあの結構難しいなと日々思っておりますあ皆さんあの状況はわからないんですけれどあのこの相場非常にあのまあ,まあ他の YouTuber 投資家も言ってますけど あの実態と乖離しちゃってるんですね。で乖離しちゃってるんで実態は、まあ、失業率の増加だったり、まあ、日本は失業者少ないですよね。あの何万人だったら何十万人ですよね。でアメリカなんか3000万人なんで規模が全然違いますよね。でアメリカと日本の人口は2倍しか違わないんで。 だからそう考えると日本っていうのはうんと抑えられてる失業者数は少ないなって思うんですけどまあアメリカっていう国は首切るときはすぐ食いっちゃって元に戻ったらすぐ雇い入れるっていうそんな感じなんで、まあ、そこら辺の考え方ちょっと違うんですけど、まあ、そういう懸念う、うん、もう考えるとまあ実体経済だともう絶対あの。 悪い数字が出てくると思うんで、まあ、それに対しては株価は上がりすぎてるっていう感じだと思いますこんなに急激に上がるっていうのはあのまあ普通に考えたらまあ実態よりで,できすぎよすぎだと思います、まあ、これはあのトランプさんがやっぱり株価を気にして 市場に介入してるからだと思うす。政府で株を買ってるからだと思います。もう何回もこれ <laughs> 言ってる話なんですけどはいそんな感じです。なのでまあこれからも上昇を続けると考えております。まあ、中国の問題はコロナウイルスがやっぱりうーんまああの結構 まあ世界規模で考えるとコロナウイルスの影響の経済損失っていうのはとんでもない金額になると思うんですよね。あのー、何百兆円じゃ済まないかな。何百兆円どこじゃない。1000兆円いっちゃいますよね。1000兆円でも済まないかも。あ済まないと思います。うん。まあ,あ、なので、うん、まあ、そうですね。 やっぱりあのー、中国の発生源を抑えるとともにこれが意図的なんだかどうだかっていうのもわかんないのでそ,れそこら辺もちょっと明らかにしていきたいですね。であのー、であとやっぱりあのー、中国がやっぱりあのー、私もトランプさんも中国あのうんと気にしてると思うんですけど私自身も中国ってちょっと。 言っちゃなんですけどあの、うん、危ないなって国だなって思ってますこういう YouTube で言うのもちょっとあれなんですけどでもやっぱりああの共産党を一党でやっぱり独裁的な政治だと思うんですね習近平さんがあのずっと永年にあの政権取り続けるっていうのは私は良くないことだと思ってましてやっぱり そういうずっと続けるっていうのは良くないと思うんですよね。民主民主的じゃないって言いますか？例えば香港ですと、すごい民主主義になろうとしてるのに、やっぱり中国が介入してそれを妨げてると思うんですね。だからそういうことをしてるっていうのは非常に。良くないことだと思うので、まあ、あの中国に関しては？ あのー、もっと民主的になってほしいですしあのー、やはり少しこう抑えていかないといけない部分が多いかなと思いますはいまあ一番いいのは中国もあの民主的な国になって選挙とかでこうやっぱり日々変わってく、まあ、ええ ずっっと習近平さんがやるっていうことプーチンの方もロシアの方もなってますけどやっぱりそういうのは民主的じゃないんでそれが一番あのいい方向に行って中国人でもあの働き12時間以上働いていてすごい少ない給料で働かされてるのは非常にかわいそうだなと思うんで。 ここら辺も改善していくようになっていかないといけないなと思っております。まあ、それはさておいて、えー、まあ中国の関係がまあ今後の,あの株式の影響で一番でかいんじゃないかなと思っております。まあ、どうなるかは、はっきり言ってあの誰も。 誰も100%は予想はできないんで、うん、まあ様子見ながら、そうですね、ああやっていけばなと思います。で、えっと、まあ、テスラに関しては、まあ、き大きいニュースがありまして、まあ、これを最初に言うべきだと思うんですけど、すいません、えっと、テスラに関してですね、 はあのスペース X って会社がスペース X って会社をうーんイーロン・マスクが経営してまして、まあ、イーロン・マスクはテスラだけじゃなくボーリング車っていう地下,あの地下鉄あの車の地下鉄版みたいな感じの。 地下に穴を大きなの開けてそこに車を通すっていうすごいあの高速道路の地下鉄板あ地下板みたいなすごいスピードでこう走ってまあ通勤時間とかも短くなるようなそういうのボーリング車っていうのがありましてそこには上場してないんですけどその会社とあとスペース X っていう友人飛行のまあ民間の宇宙 の会社がありましてあとテスラ3つ持ってるんですねでえー、っとまあ,あボーイング車とテスラあテスラじゃないボーリング車とスペース X は上場してないんですね、えー、でだけどまあスペース X が今度有人飛行でまあこれ多分皆さん知ってると思うんですけどえー、っとこれがまあ 打ち上げが成功したってことでまああのー、テスラのコメント欄も結構あのー、強気な発言あのー、すごい上がる月曜日は上がる今日日曜日なんで月曜日上がるっていうコメントが結構多いですで、えー、このまあ、それを見込んで、まあ、金曜日がちょっと終わりの方がちょっとちらって上がったんですね結構 で私の株はようやくプラスになった感じなんですけど、でまたあまあ成功したんで、まあ、月曜日、明日上がると思って、私は非常に楽しみにしてるんですけど、はい、それでまあ、あああああそういう感じのことがありました。これはあのすごくアメリカでも大きなニュースになってますんで、えー、まあ非常に注目度が高い。 そうですねでなんでこれで、まあ、上がってくれれば私は本当嬉しいんですけど多分,多分上がると思うんですけど中国にやっぱりこう工場があったりとかあの中国にいっぱい製品を売ろうと考えてるんで、まあ、これから中国とアメリカの関係が悪くなっちゃうと。 多分、中国の場合、ボイコットとかも、テスラの車買っちゃダメっていうこともやりそうなんで、その後と怖いんですけど、まあ、とりあえずスペース X が成功したんで、上がるかなと思います。スペース X は関係ない、全く直接にはテスラ関係ないですけど、あの、上がる、あブ,ラブランディングだったり、イーロン・マスクの信頼性とか、そういうのが高まるんで、まあ、 まあ、トランプさんも天才だって言ってたぐらいなんで、えー、まあそういうことでトランプさんもテスラも応援してるみたいなんで、えー、イロマスク応援してるんで、まあ、そういったこういう期待感でまた上がってくれるといいかなと思っております。うんまあ、来週も上がるんじゃないですかねあの全体の動きもそんな感じに見てるんですけど。 とにかくあの、あの、トランプさんは株価をうんと気にする方なんで、上げてくれるんじゃないかなぁと思って,ております。で、あとは何をと思ったかい <laughs> あとは、そうですね。あとは、まあ、そうですね。まあ、ちょっと、まあ、あのー、 皆さん多分日本株の方をやられる方が非常に多いんじゃないかなと思いましてえまあアメリカの株はちょっとチャンネルでやってるんですけどあんまり参考にされる方少ないかなと思うんですけどまあ自分のこの株の売買でいくらかこう参考になればなと思ってまあやってる部分があるんですけど。 まそうですね日本株だとまああの結構日経平均も日経平均は結構ダウの先物で動くんでえそこら辺でえまあ同じ動きをしてくるんでまあそうなると日本株やられる方も上がるんじゃないかなとは見てるんですけどでえっと日本株も。 で今の相場は結構私は難しいなと見てるんですけどなんか不確実要素が大きすぎちゃってあの材料も大きいですしもう言ってみれば嵐の中でこう船,船を漕いでるようなそんな状態なんで非常に難しい相場だなとは思っております。そうですね なので、えー、まあそうですね。でもこんな中でも稼いでる人はいるわけで、まあそ,その中に入りたいと思うんですけれど、まあ、そうですね。皆さんどうですかあの、ちょっと一人で YouTube やってるんで、あの、ちょっと株をやってる人も、まあ会社の中にいますけれど、まあでも、あの、 そうですねあの日本株買われてる方はあそうですねあの会社の中ではあ結構あの最近の,あの非常にこうマネーゲームにな,っあなん結構新しい上場して間もない会社って結構マネーゲームだったりあの結構ガーって上がるんでそういうんで儲けてる方がいるんですけど。 まあそういう感じで、えー、まあ、投資すると日本株は儲けやすいのかなとは見てるんですけどそうですねまあそうですね日本株も難しいっちゃ難しい相場ですね今 <laughs> まあそうですねまあでもまあ徐々に多分上がっていくと思うんでまあ一緒に、えー、儲けられたらなと思います 皆さんの状況ちょっとわからないんであれなんですけどまあ,あそうですね、えー、まあ一番いい方向に動けばなと思っておりますお互いにあのも、ー、けられるといいと私は考えております何かこうこのチャンネルが役に立てばなと思ってるんですけどなかなかあの何が何をすれば他の人の 役に立つんかなっていうのをこう考えてるんですけどこういまいちあの自分の投資の知識もすあのそんなにあるかっていうとおまあ普通の人よりはあると思ってるんですけどそこまではないんであの短期的な読みは全く分かんないですねあの長期的にはなんかこんな感じになるなと思ってまあ 普通の人よりかは株を選ぶ能力は自分であると思ってるんですけどまあ決算書とかも読んでるんでで、えー、まあで、まあ、将来性の部分であーまあこういう株よりこういう株の方がいいなとかそういうのはあの頭の中にあるんで、えー、まあそういった部分では知識はあ,ある程度あると思うんですけれど。 まあ、ダン・タカさんみたいな、あそこまでのレベルまでは全然ないんで <laughs>。まあ、でも、あの方多分、国内でも多分トップクラスだと思うんですよね。あそこら辺のレベルの知識は。まあ、そうですね。な、なら、うん、まあ、あの、そうですね。まあ、こんな感じで、まあ、模索してるような動画を撮れば、 いいくらかかためになるかなるっていう感じです、ね、まあ特にあと日本株じゃないんで余計あのあ,あんまりお役に立てない部分はあるかなと思うんですけれど,、まあ、どまあアメリカ株をやられるんであればちょっと参考になってればなと思いましてですねアメリカの株は結構私はあの好きなんであのすごくおすすめです。あアメリカの株は結構あの あの結構持ってると上がってる可能性が結構高いんで、まあ、中には下がっちゃうのもあるんですけど私はあのお,おすすめしちゃってますおすすめしてますアメリカの株の方がこう私自身の私自身のあの他の人は分からないですがあ、まあ、人それぞれだと思うんですけど私自身はあのアメリカの株の方が持ってった時に あのー、上がってる確率が高いんで、長期的に見ると、そうですね、そんな感じでやっております。まあ、日本株も値動き激しい、激しい、うん、短期的な動きは多分日本株の方が激しいなと思う部分もあるんで、それでうまく当たれば、うんとは儲かると思ってます。はいただ、日本株の方が私には難しく感じられて、 まぁちょっと途中でやめちゃったんですけど、はい、そうですねあとはそうですね最後はあそうですねこのちょっと自分の様子なんですけどちょっとこのメガネとあのマスクはやっぱりあのやっぱり素顔がわからないようにってことなんですけど私ちょっとし シャイっていうかあんまりこうバーンってやるのができないタイプなんでこうこう隠れてちょっとやってるような感じなんであんまり知人とかにも知られたくないんでこんなスタイルでやっちゃってるんですけどまあ怪しいっちゃ怪しいと思うんですけどまああのー、まあ中身が役に立ってればいいかなと思ってやってます。 まあそんな感じなんで、かなり怪しいんですけど、まあ、ちょっとこれ勘弁ください。はい。じゃあ、あの、また、そうですね、月曜日に上がってればなと思います。皆さんの株も上がっているように願っております。はい。じゃあ、あの、今日はこの感じではい。すいません。こんな感じです。はい。じゃあ、また、 あ,あの、1週間後ぐらいになっちゃうかなわかんないですけど。はい。はい、はいうん。じゃあ、あの、いい投資成果が出るように私も願ってます。はい。儲けられたらいいと思ってます、お互い。はい。はい。じゃあ、あすいません。ありがとうございました。はい。